8シリーズグランクーペ BMW8 シリーズは、ドイツの自動車メーカー BMW が製造、販売している乗用車である。クーペ、または、カブリオレのボディ形式を持つ。E31 は、ドイツの自動車メーカー BMW が生産する、ラグジュアリークーペモデルに付けられた、コードネームである。世界一美しいクーペと評された6シリーズの、事実上の後継モデルであり、 BMW のフラッグシップモデルとして、1989年のフランクフルトモーターショーで発表された。M1 以来のリトラクタブルヘッドライトが採用され、CSL を彷彿させるサイドビューを持つ。ボディは B ピラーを持たないピラーレスハードトップであり、カブリオーレの開発も進められていたが、コストパフォーマンスなどの面から市販化は実現しなかった。当時、 ワイドボディであるにもかかわらずゴルフバッグがトランクに詰めないなど日本人が好む価格に見合った価値を提供することができずライバルのメルセデス・ベンツ SL クラスに対して販売面で大きく水をあけられた1999年3月生産終了2003年9月9日フランクフルトモーターショーで8シリーズの事実上の後継モデル 6シリーズがおよそ14年ぶりの復活を遂げた。850i1990 年に発売された最初のモデルである。日本での価格は1450万円。850GBMWM のラインで生産され、プロトタイプ M8 からコンセプトを引き継いだ。サスペンションは固めのセッティングとなり、車高も低くなった。ステアリングギア比も15%減少し、 よりスパルタンな味付けがされた。前後バンパーは空力性能向上のために再設計された。また、アクティブリアークするキネマチックスが装備された。日本での価格は1680万円。841、841と 850i を区別するエンブレム以外のエクステリアはエキゾーストエンドで、841はラウンドタイプであるが、850i はスクエアタイプである。 日本での価格は1170万円。841M インディビデュアル 841M インディビデュアルは3種類のボディカラーと専用の内外装となる。日本での価格は1050万円。830i 最高出力 218PS の3.0リットル V8 エンジンを搭載していた。BMW 博物館に1台が展示されている。 M8 最高出力 558PS の5.6リットル V12 エンジンを搭載。車両重量も 1492kg と軽量化が施されている。しかし、世界的な景気交代や環境問題の顕在化などにより量産には至らなかった。その後、搭載されていた V12 エンジンは、デチューンの上で850 t に搭載されたほか、他方では、 ゴードンマレーの求めに応じて、マクラーレンカ1に搭載された。BMW カーマガジン2010年2月号で M8 のプロトタイプが存在することが明らかになり、2010年7月2日に初公開された。G14、G15、G16 はドイツの自動車メーカー BMW が生産するラグジュアリークーペ、カブリオレモデルに付けられたコードネームである。 G14 は2ドアカブリオレ、G15 は2ドアクーペ、G16 は4ドアクーペのモデルコードである。2017年5月25日、コンコルソデレガンツァビラデステイでコンセプト8、シリーズクーペが公開され、BMW は2018年に、初代8シリーズからおよそ19年ぶりに8、シリーズクーペを復活させると発表した。二千十八年三月六日、ジュネーブモーターショーで、 コンセプト M8 グランクーペが公開された。2018年6月15日、ルマン24時間レースで8シリーズクーペが発表された。2018年11月28日、ロサンゼルスモーターショーで8シリーズカブリオレが発表された。2019年6月19日、8シリーズグランクーペが発表された。2018年11月9日、 m 8 5 0 i x ドライブクーペが発売された。2019年2月19日、m 8 5 0 i x ドライブカブリオレが発売された。2019年5月20日、クーペとカブリオレに 840D が追加された。価格は1237万円。2019年10月25日、グランクーペが発売された。価格は1152万円。 2020年4月24日、クーペとカブリオレに 840i が追加された。価格は1193万円。M8BMWM がチューニングした高性能スポーツモデル。M8 の読み方は M8 である。2019年6月25日、M8 クーペが発売された。このモデルは別のコードネーム回92が与えられる。 最高出力 625PS の M8 クーペコンペティションも用意される。価格は2230万円。2019年7月24日、M8 カブリオレが発売された。このモデルは別のコードネーム回91が与えられる。最高出力 625PS の M8 カブリオレコンペティションも用意される。価格は2338万円。 2020年1月28日、M8 グランクーペが発売された。このモデルは別のコードネーム会93が与えられる。最高出力 625PS の M8 グランクーペコンペティションも用意される。価格は2194万円。デジタル、オートーカー、正式発表 BMW8 シリーズグランクーペ 840i840d。 M850i の3種、M8 も追加へ引く海外ニュース。オートーカージャパン、2019年6月19日、閲覧。BMW8 シリーズクーペの新型が日本に、上陸、ニュース。ウェブクグ、2019年6月19日閲覧。BMW8 シリーズカブリオレの国内販売が、スタート、ニュース。ウェブクグ、2019年6月19日閲覧。 新型 BMW8 シリーズにディーゼルモデル登場、ニュース。ウェブクグ、2019年5月21日閲覧。BMW8 シリーズクーペ、カブリオレに3リッター時記録、ガソリンエンジン搭載モデルが登場、ニュース。ウェブクグ、2020年4月24日閲覧。BMWM8 グランクーペが、日本発売。高性能な、 M のフラッグシップに、イデアウェブツールズ、自動車とテクノロジーのニュースブログ、2020年3月3日閲覧。BMWM のフラッグシップオープンモデルソフトトップ採用の M8 カブリオレ日本デビュー、ニュース。ウェブクグ、2019年7月26日へ閲覧。BMWM の新たなフラッグシップモデル、M8 グランクーペが日本上陸、ニュース。ウェブクグ、 2020年1月28日閲覧。ありがとうございます。